皆さん美術館でね、あの全部撮影とかもしてくださったと思いますが、酒粕とそれからそれを絞ってできた五円だれというお酒を使ったお料理を、もしくはあのお菓子を作るということで、皆さん苦労したみたいです。加熱してアルコール分を飛ばしてないので、あのゼリーなんですけども、お酒のアルコール分はそのまま残っています。相性が良かった豆乳がすごく良かったので、豆乳のプリンを流して二層仕立てにしました。お酒そのまんまの味が出てると思いますので、あの完全なR指定スイーツになってます。辛みのある混ぜそばをまろやかな酒粕のスープでこう食べるっていうものを作ったんですけど、やっぱり酒粕が結構強くて、この混ぜそばとつけた時に香りがちょっとあのなんだ酒の感じがほんとしたんですよね。なのですごい難しかったんですけど、女性でも食べれるようにサラダ野菜とかを乗せてちょっと工夫して作ってみました。これ見たか、これそうそう、これを混ぜるとこう、そうそう、酒じゃん、あったところ、これもすごい来る、本当ですか。やっぱり物によっては最初の香りが強いものもあったり、後味にこうお酒が残るようなふわっとくる感じがあったり、まあ今まで食べたことないような味ばっかりで、とてもなんか不思議な感じですね。とても美味しいです。デザートだったり麺だったりお肉だったりとか、いろんな形でそれがまたその五円だれの感じが食べながら味わえるっていうのもさらに嬉しくて、五円だれ飲みながらこの感じをまた食べたいなっていうふうに思いました。全部それぞれお酒の風味はするんですけど、それぞれ違った味で全部美味しくて、すごく大変美味しくいただきました。やっぱり作り手としては最初はやっぱりお酒っていうのは飲むものっていうことで考えてましたけれども、新しい見方ができるようになったので、自分自身にも刺激になる企画だなと思いました。お酒の良さも生かしながら、お酒の香りとか甘みとかを生かしながら、すごくなんかこうもう一口もう一口ってなるような気持ちで、すごく後引くような、料理がすごく多いな。美味しいものを作ろうっていう意識と、それからそれをどういうふうにして広めていこうかっていう思いが強く感じられました。マルちゃん行かない水曜日だけだしにチームがないの